大分県立埋蔵文化財センター大分県立埋蔵文化財センターは大分県大分市北緑町にある埋蔵文化財の調査等の業務を行う大分県の行政機関である発掘調査整理保管公開等の業務に加えて広報教育活動として大分県立選鉄資料館展示室などで企画展示を実施したり 一般を対象とした研修会、現地説明会、考古学講座を開催するとともに、小、中、高等学校などを対象とした見学受け入れ、出前授業や職場体験を行っている。従来、教育庁文化課によって行われていた発掘調査等の業務をより効率的に行うために独立した機関として2004年4月に、大分県教育庁埋蔵文化財センターとして、 設置された。前身となる教育庁文化科文化財資料室は1972年に開設され、1997年に大分島藍鶴町から大分市中盤田の旧職業訓練校跡地に移転しており、当センターもその施設を引き継いだ。しかし、施設が老朽化したため、旧大分県立芸術会館を改修して移転することとなり、 当センターは2016年9月30日をもって一般公開を休止。2月から旧芸術会館で開館準備を進め、2017年4月1日に開館するとともに大分県立埋蔵文化財センターに改称した。新施設では豊かな国考古館、部弁護、大友資料館、歴史体験学習館等が設けられる。 展示室は2017年4月22日から一般公開されている。ありがとうございます。